皆様こんにちは。今日は無印良品でちょうど1万円購入してきたのでご紹介したいと思います。もともと1万円購入しようと思って行ったわけじゃないんですけど、たまたまお会計が1万円だったので、はい。で、私が行ったタイミングはたまたまなんか無印週間っていう時でアプリを取ったら 10% オフになったので、まあ、1万円の購入品が9000円ぐらいで買えたんですけど、はい、その無印購入品を紹介します。じゃあコスメからご紹介します。アイシャドウを2つ買いました。1個750円になります。いっぱい色があって何色あったんだろう。こう並んでてこれぐらいはあったから一番初めに一目で可愛いこれ欲しいって思ったカラーがこのプラムです。色がすごい可愛くてこれは絶対欲しいと思って初めにカゴに入れました。裏に一応メイクの仕方みたいなのが書いてあるんですけど、この通りやったらすごい腫れぼったくてなんかちょっと古臭いっていうか、なんか古臭いメイクっていうか、なんかうん、なんか締まりがないメイクになっちゃったので、まあ、これはこの通りやらないで、単品で可愛い色なんで使っていきたいと思います。でもう一つがカラー名がネイビーグレー、こちらも使用しています。今年もクリスマスデートメイクをしてほしいっていう感じでたくさんリクエストいただいていて、去年がそのピンク系のクリスマスデートメイクをしたので、今年はこういうグレー系でちょっと大人めなデートメイクをしたいなと思ってこちらのカラーを購入しました。こちらのアイカラーを使ってメイク動画はもう作ったので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。750円の割にはすごい発色が綺麗だなって思いました。結構全色ツヤが効いてるのでグラデーションがうまく作りやすいと思います。ただやっぱり結構柔らかい筆で塗っちゃうと粉飛びはしちゃうので、うん、下地つけたりとか組み合わせ次第でうまく使えると思います。他にも可愛いカラーいっぱいあったんで、はい、すごい迷ったんですけどこの2つのカラーを購入しました。ハイライトカラーミックスタイプラベンダーを購入しました。こちらは650円になります。一番濃いラベンダーカラーがマットで、中間のラベンダーとホワイトがラメになってます。なんでマットだけで使用してもいいし、全体的に使ってツヤっぽく見せてもできるしっていう感じのハイライトです。他のカラーとかもあったと思うんですけど、ラベンダーのカラーってより肌をトーンアップさせて綺麗に見せてくれるので、私はラベンダーをチョイスしました。これも一緒にクリスマスメイクで使っています。パッケージもめっちゃシンプルで同じ大きさだし収納しやすいですよね。なんかこう同じパッケージで同じ形だと気持ちよくっていっぱい集めたくなりますよね。あと購入したのがエイジングケア化粧水っていうのを買ってみました。一番有名なのはあの普通の白いタイプで580円の化粧水が一番人気だと思うんですけど、その580円の化粧水ではちょっと私も年齢的にもちょっとあれかなと思って、エイジングケア化粧水の方、さらに高保湿タイプを購入しました。普通の透明の化粧水の高保湿タイプが700円なんですけど、これが1600円になるんでちょっとお高めになりますが、全然でも1600円安いですよね。今使ってる全然エレクシールもハクも両方すごい気に入ってるんですよ。また使い切りコスメで言おうと思ったんですけど、ハクがやっぱりコスパが悪いなと思ってすぐなくなっちゃうから、なんで今エリクシールも購入してエリクシールとハクと両方使ってるんですよ。その時の状態に合わせて使い分けてる感じなんですけど、それで全然満足だしずっとそれでやってきたんですけど、こうもっといいものがあるかもしれないっていうか、まあ、せっかくこうやって動画もやってるしもっといいものあるかもしれないし、もっと自分に合うものがあるかもしれないし、こういろいろ興味を持ち始めて、なんで化粧水とかもちょっといろんなもの使ってみたいなと思って気になってたこのエイジングケア化粧水を使ってみました。買ってみました。毎日の化粧水をいきなり変えるのも怖いし、いつも使ってる化粧水の方がいいなとか、こう満足感が得られなかった場合はパックに使おうと思って、で一応これも買ってきました。ローションシート全体用、
このちっちゃい丸をあの手に化粧水たっぷりなじませて、そしたらこうバーって広がるので顔全体用のマスクになります。こんな感じで、なんで、まあ、もし毎日使う化粧水にしてはちょっと物足りないなとか思ったら、こういう風にパック使いしようと思ってこれは一緒に買ってきました。そしてまたなんですけど、アイクリーム買っちゃいました。エイジングケア目元用美容液です。1400円です。無印は裏に値段が書いてるからすごい紹介しやすくて嬉しいです。今いろんなアイクリーム挑戦中なんで、1400円だったら一緒に買ってみようと思って買ってみました。特に口コミとかは見てないんですけど、どうなんですかね。私の場合クマって言ってもこう 色が悪いとか色素沈着があるとかそういうのじゃなくって、ほんと骨格によるクマなんですよ。このなんていうの、この目の骨格によるクマなんですよ。今朝なんでまだマシなんですけど、結構ほんと夕方とか夜になってくるとこの骨格ら辺りがくぼんでくるんですよ。アイクリームで治るものではないんだろうなとは思ってるんですけど、旦那もクマがあるので一緒によくなればいいかなと思っていろいろ試したくてこれも購入しました。エイジングケアシートマスク5枚入って1500円でした。黒キイチゴ天然水のそのヒアルロン酸コラーゲン5種類になったらかんたら、成分これと同じだと思います。これとこれでパックするならこれ買わなくてよかったかもしれない。こっちでやる方がお得ですよね。まあまあいいや。はい。そしてですね、こちらボトルスタンド3段、1500円。こんな感じなんですけど、私今までキンセリアのトレイの中にマニキュアをずらっと入れてたんですよ。これがなんかディスプレイされててすごい可愛かったので買っちゃいました。こんな感じで収納できます。かわいい。数もちょうど、ほら一目で色がわかるしすごいかわいい。やったドレッサーを買い替えたくて来年は買おうと思って、またこんな話してたら動画が長くなっちゃうんですけど、その YouTube の更新頻度を上げて編集するのにすごいもう肩こり腰痛がひどくってパソコンデスクをちゃんと買おうかなと思ったので、パソコンデスク兼ドレッサーみたいな感じにしようかなと思っています。なんでちょっとこういう感じでコンパクトにまとまる方がいいかなと思ってこちらを購入しました。このアクリル重機がいろんな種類あって、こういろいろコスメも増えてきたので、そういうアクリルの引き出しが1個あってもいいかなと思って、アクリルの引き出し買おうと思ったら結構高かったんですよ。3段で2500円で、5段だといくらだ、もうちょっとして、またパソコンデスクドレッサー買ってからバランス見て購入した方がいいかなと思って今回は購入を見送りました。でこっちだけ購入してきました。カレーマッサマンカレーを買ってきました。無印良品のカレーシリーズ美味しいですよね。こういうココナッツミルク入りのカレー大好きで、もう間違いなくココナッツミルク入りなんでまろやかで美味しいだろうなと思っています。プーパッポンカニと卵のカレープーパッポン500円するんですよ。高くないですか。このカニと卵ってもう絶対美味しいと思って、ちょっと高いけどすごい人気商品みたいなんですよ。インターネットで調べたら。食べるの楽しみです。カニのビスクのスープです。これもすごい無印の人気商品ですよね。これは前にも食べたことあるんですけど、すっごく濃厚で美味しいやつです。なかなかこういう味は家で絶対に出せないので、そういう家で出せない味を、これもこれもこれもそうだし、こういう家では出せない味をいつも購入するようにしています。あと紅茶、結構購入品動画とかでも言ってると思うんですけど、私ペパーミントが大好きで、ペパーミントの紅茶が大好きなんですよ。常にペパーミントの紅茶はお家にあるんですけど、このオーガニックハーブティーがフィンネル&ペパーミントって書いてて、どんな感じと思ってちょっと面白いなと思って買ってみました。ペパーミントが入ってる時点でもう私は大好きってわかるので、今回はアンチョビガーリック味を買いました。これこのプレッツェルめっちゃ美味しいですよね。これの出来はすごいと思う。
味が濃くてお酒のおつまみにもなるんですよ。今回アンチョビガーリック味を買ったんですけど、チェダーチーズ味とかもすごい美味しいです。若い方はお酒飲まないと思うんですけど、結構私の視聴者さん主婦の方もすごい多いのでビールのおつまみにどうでしょうか、はい、あとはゼリー入りいちごマシュマロ。私マシュマロ大好きなので、無印のはどんなもんだろうと思って買ってみました。ルイボス&黒豆茶。ルイボスティーはそんなに好きじゃないんですけど、黒豆茶が大好きなんですよ。でルイボスティーってでも体にいいじゃないですか。だからどんなもんなのかなと思って飲んでみようかな今、はあ、この黒豆茶ってこの黒豆の香ばしい香りがすっごい好きなんですよね。飲みやすい。ルイボスティーの独特のこの苦味とか風味が黒豆茶の香ばしい香りで少しマシになってます。体にいいですもんね。以上が今回の無印良品の購入品でした。こんだけで1万円って結構高い？コスメいっぱい買ったから安いか。あと今回の購入品じゃないんですけど、このホーバーオイル、今回じゃなくて前に買ったんですけど、購入品紹介するタイミングがなく、どこでも紹介してないので紹介しときます。この1万円の中には含まれてないんですけど、これでクレンジングする時もあるし、あとは全身お風呂場でマッサージする時とかに使ってます。メイクはしっかり落ちるんですけど、結構そのギトギト感が取れないので、絶対その後洗顔しないとちょっと気持ち悪い感じにはなるんですけど、でもすごいこう保湿力があって滑りもいいので、お風呂場でフェイスマッサージとかボディマッサージとかする時とかに使ってて、ボディマッサージは前にも動画にしたんですけど、またボディマッサージ変わってたりとか、フェイスマッサージとかも動画にしたいなと思ってて、なんですけど、まあ、ハロウィンクリスマスとあっていろいろ動画にしたいものがあって全然追いついてなくって、来年にはなると思うんですけど、またフェイスマッサージやボディマッサージも動画にしたいと思っています。まだ髪の毛の最近の髪の毛の巻き方動画も作れてないし、気長に待っていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。次の動画はこの無印のアイシャドウを使ったデートメイクになると思います。それでは次のビデオでお会いしましょう。さようなら。